ここどうだ、よし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 、おお、いいな、あんだ出ないよ、ここ全開だよ、全開全開、おお、いいね、立ち上がり160、あ、クールダウンだよ、いけねえ。まず限界で走る前にこの走行モードですけど、トラクションコントロールのオンオフのボタンを1回だけポコンと押すとエキスパートモードになって、これは多分タイヤの縦のスリップの回転数をちょっと許容するモードですね。で、長押しすると完全にスリップコントロールがオフになる、まあ、つまり VAC とトラコンがオフになるというモードです。まあ、今日はこのちょっと敷地が変わったエキスパートモードでいきます。で、前後のトルク配分、まあ、トヨタ駆動力配分って言ってますけど、実際はトルクですね。トルク配分は真ん中を押すとトラックの50-50で、左に回すとフロント60リア40で、右に回すとフロント30リア70になります。じゃあこの3つのモードを試しましょう。まずはトラックモードの50-50から。フロントタイヤがこうあんまり倒れ込まないというかですね、前後のタイヤのトルクの出し方がいいですね。はい、最終コーナー、でアクセル戻すとスッとこうリアがちょっと流れる感じで、アンダーは出ないですね。今トラックモード50-50、1コーナーどうかな、ハンドル切っていきます。おお、アクセルパーシャルでいくとほとんどニュートラステアですね。で、戻すとちょっとこうリアが出るかなみたいな感じ。はい、ここ旋回ブレーキ、はい、3速で頑張ります。低速トルクあるから3でいけちゃうね。はい、左旋回、ずっと定常的な G だけどあんまりアンダー出ないよ。いいよいいよ、ここも3速でいきます。奥の右はヘアピンは2だろうな、ここにですね。今50-50のトラックモードね、これより、フロント60リア40、あ、ちょっとやっぱアンダー気味になるね。今フロント60リア40、こうアクセル戻した時に、おっ、やっぱタイヤ1本分外行きますね、フロント60リア40だと。でもこういう中速コーナーは意外と安心してフロント60の方がいけるかな。これ微妙なところの違いがねちゃんとありますね。こういう定常的な100キロぐらいのコーナーではちょっとやっぱアンダー気味かな。フロント30リア70でいきますよ。おお、一番オーバーステアだ。アクセル戻してハンドギュート、いいねいいね、俺はこっちのがいいな、30-70がいいな。いや、 やっぱりね、確かに50-50がまあオーラウンドに走りやすいですね。まあ50-50かフロント30リア70がいいかな。タイヤが垂れてくるとフロントのトルクはちょっと抑え気味の方がいいですね。タイヤも悪くないしブレーキもいいし、
やっぱり確実にこの GR4 四駆システムは、このカローラでもう一発進化した感じがあります。いきます。クロスミッションになってて、デフがローギアドになってて、トルクが上がって重量も30キロぐらい軽いのかな。まずはトラックモードですね。50-50からいってます。まあ迷ったら50-50って感じですね。まあヤリスもカローラも GR4 の前後トルク配分ね。アクセルちょっと戻すとスッとこう来るね。リアがちょっとこう来る、いい感じ。さあ今度はフロント30、リア70。あ、このカップのタイヤだったらフロントのトルク少ない方が、37の方が走りやすいね。中速コーナーでね、アクセル戻すとケツがピョンって出るよね。この方がフロントタイヤの負荷が少なくて、カップのタイヤの特性を生かしてるかなって感じですね。まあお尻はね、アクセルの戻し方次第なんで、急激に戻さなければ大丈夫だし、意外と高いギアで低速トルクからいけますね。だ最終コーナーもう読んでいけるね。もうここ読んでいけちゃう。でここで今のところ急に戻しちゃうとお尻が流れるから、ちょっと乗っけてパーシャルでトルク与えておくといいですね。1コーナーは3だな。で急に戻さないでちょっとここでアクセル踏んどけばリアが安定してます。こういう中速は絶対にアクセル戻しちゃダメ。タックインが起きるからね、37は。でアンダー出たらアクセルガバッと戻せばお尻が流れてアンダー止まるんでカップは37が乗りやすい。ヤリスよりね、全体的に車がこうしなやかにサスがうまく動いてて、まあだからヤリスの方がやんちゃなんだけどね。でもカローラいいなこれ。はい、 GR ヤリスの全くの量産車ですね。はい、これはオスト64で右で55、まず55、あカローラでやっぱホイールベース短いから、あクイックイ曲がるね。まあ全体的に軽いしホイールベース短いから、こっちの方がちょこちょこ曲がる感じはしますね。まあカローラの方が当然大人っぽい感じはします。まあこれは好みだな。ヤリスの方がやんちゃ、カローラの方がちょっと大人チック。まあ4人乗りっていうメリットを生かすんだったらドア4枚のカローラに軍配が上がるけど、ヤリスはヤリスやっぱ面白いね。